ウェスレアンホーリネス教団習志野キリスト教会牧師をしています山田泉です。今日は10月20日火曜日、聖書の箇所はエゼキエル書22章17から31節。タイトルは神が探し求める一人の人になりましょうです。エゼキエル書を読み進めてまいりますが、今日もまた神の怒り裁きが続きます。身のすくまる思いで読むことになりますが、しかし今日の箇所の中にちらっとではありますけれども、神様の本心が垣間見られ、神様の本当の心を私たちは見出すことができます。ご一緒にそれを見てまいりたいと願っています。エゼキエル書22章17節から31節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家は私にとって金カスとなった。彼らは皆炉の中の聖堂、鈴、鉄、鉛であって銀の金カスとなった。それゆえ、神である主はこうおせられる。あなた方は皆、金カスとなったから、今私はあなた方をエルサレムの中に集める。銀、青銅、鉄、鉛、鈴が炉の中に集められるのは、火を吹きつけて溶かすためだ。そのように私は、怒りと憤りをもってあなた方を集め、そこに入れて溶かす。私はあなた方を刈り集め、あなた方に向かって激しい怒りの火を吹きつけ、あなた方を町の中で溶かす。銀が炉の中で溶かされるように、あなた方も町の中で溶かされる。この時、あなた方は主である私があなた方の上に憤りを注いだことを知ろう。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、この町に言え。お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地である。そこには預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にやもめの数を増やした。その祭司たちは私の律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また、彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして、私は彼らの間で汚されている。その町の首長たちは、獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは、虚しい幻を見、まやかしの占いをして、漆喰で上塗りをし、主が語られないのに、神である主がこうおせられると言っている。一般の人々も、虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。
神である主の御告げ。まず最初に今日のテキストの中の18節を見てみたいと思います。お読みいたします。人の子よ、イスラエルの家は私にとってカナカスとなった。彼らは皆炉の中の青銅、鈴、鉄、鉛、銀のカナカスとなった。ここでいくつかの金属が挙げられています。青銅、鈴、鉛、あるいは銀。これらの金属の種類が果たしてその人の立場のことを言っているのか、あるいは年齢とか能力とか、そのようなことを言っているのか、そのことは私にはよくわかりません。いずれにしましても神様の選ばれた民、そして手塩にかけられて育てられた民、そのすべての人たちにおいて神はカナカスになってしまったと言われているのですね。カナカスっていうのは浮きカスのことだそうです。通常カナカスはすくい上げられて取り除かれて、まあ、捨てられていく、そのように扱われるんだそうです。私のイメージは天カスのようなものなのかなってちょっと思うんですけど、いかがでしょうか。ここで神様はカナカスを集め、激しい怒りの火を吹きつけて、あなた方を町の中で溶かす、このようにその次の節でまた言われています。神様が激しく怒っていることがわかります。凄まじい怒りを隠すことなくあらわにしております。神様は何に怒っておられるんでしょうか。何をそれほどまでに怒られるのでしょうか。聖書の先を読みますと、25節からはそれぞれの立場の人たちに対して怒りとその内容を示してまいります。まず最初に挙げられているのは預言者、そして祭司です。両者とも神様に仕える人たちです。この神様に仕えるこのリーダーたちが悪に染まっている、悪の技を行い続けていると指摘されるんですね。私は自らも襟を正さねばならないと、ここを読むときに身が引き締まることを覚えます。祭司においては聖なるもの、そして俗なるものの区別を教えなかった。また聖なるもの、俗なるものの区別をするようにと、その生き方を教えなかったと神様から指摘されています。信仰に生きるということは神様において何が聖なのか、何が俗であり汚れであり悪であるかを知り、またそのことをわきまえて生きるものになることだということがわかります。しかしそのことがこのイスラエルにおいてなされてなかった、めちゃくちゃだったと怒られているんですね。その後には首長という人たちに対しても指摘されています。これは民の指導者という立場の人です。その後にまた預言者がもう一度出てきます。再び彼らの足りなさを、悪を指摘されています。このように上に立つ人々が悪に染まり悪を行っているならば、当然そこについていく一般の人々がまたそのような歩みに習っていくのは当然です。聖書は一般の人々もまたと教えられていきます。悪に染まった輩は誰であれ私にとってカナカスだ、役に立たないものだと語られます。そして神の怒りが注がれ、裁きが下されるのです。しかしこれをとどめるただ一つの方法があると、その次のところで語られていることに注目したいのです。30節をお読みいたします。私がこの国を滅ぼさないように、
私はこの国のために私の前に石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで滅ぼすことになったんだと、31節が続くわけですが、この御言葉は逆に言うならば、破れ口に立って破れ口を修理しようとする者が一人でもいたなら私は滅ぼさないのだがと言われているんですね。すごいことだと思うんです。神様に救われた者の役目というものが、それは破れ口に立ち、そこを修理しようと働く者になることなんだということがよくわかります。私たちは救われる、恵まれるということが自分にとって良い心地になる、自分にとって楽になるということがその結論であるのではないということを、まずきちっと知るべきであります。私たちが癒され豊かにされ、そして変えられたのは神の働きに用いられていくものとなることなのです。イエス様と同じ心を持つものとされ、イエス様が成したこと、十字架の心に生きるものとさせていただきたいと願いたいのです。できるかできないかではなく、立ちたいと願うものであるかどうかです。その思いのある一人がいたならば、滅びがとどめられるということを語られていることに耳を傾けなくてはなりません。あなたは神の救いに預かったものとして、神様が求めておられる働き人になることを願っているでしょうか。破れ口に立つ、その修理をするものに立っていくということは、すぐに献身とか伝道者になるということを意味しているのではありません。これはクリスチャンに与えられた神様の心、使命です。もし救われた私たちがそこに立つことを願い祈るならば、滅びから救われる人が、あるいは家庭が、社会のどこかで滅びをとどめられることが起こるのです。お祈りをいたします。天の神様、私の救いは自分の喜びにとどまることなく、どなたかの滅びをとどめるために破れ口に立ち、破れ口を修理する者に私をしてくださいと願い祈ります。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。